大谷翔平がドジャースと能登半島地震へ1億4000万円の寄付。本人から日本へのメッセージが話題に速報。本日も海外で大谷翔平選手の人気爆発中。これからの活躍に期待が寄せられています。こんにちは、MLB 翻訳です。速報が入ってき。ました今回はドジャースと大谷選手が能登半島地震への1億4000万円寄付をした。との報道があったので皆さんにご紹介し、まず少しでも興味深いと思ったらチャンネル登録高評価をお願いします。それでは行きましょう。ロサンゼルスロジャースの大谷翔平投手が2024年1月5日に自身のインスタグラムを通じて令和6年に発生した能登半島地震への支援としてロサンゼルスドジャースグハイムベースボールとともに100万ドル約1億4000万円を寄付することを発表しまし、タコのニュースは被災地支援に対する応や選手の深い関心と貢献を示しています。応や選手のインスタグラムに投稿されたコメントは次のように述べています。ロサンゼルスロジャースとグッケンハイムベースボールは令和6年半島地震への支援として万を寄付し、個人で寄付をする王や選手と協力することを表明します。日本中の皆さんの悲しみに寄り添う一日も早い復興をお祈りしています。さらに大谷選手自身は令和6年の半島地震による被災地支援のためこのドジャースと共同で寄付をいたします。復興活動に参加してくださった方々に感謝するとともに、今後も私たちが団結して生き被災された方々を支援していきたいと願っています。行方不明者の早期発見と被災地域のを心より願っていますと続けています。この寄付は大谷選手がロサンゼルスロジャースと結んだ歴史的な契約に続くニュースです。彼は2023年12月にMLB 史上最高額となる10年総額7億ドル約102億のメガ契約を結びました。この契約は彼の野球界における卓越した才能と価値を認めるものであり、そして彼のスポーツに対する貢献を称賛するものです。それに止まらず、彼は以前にも日本全国の学校約2万校にジュニア用グラブを合計6万個贈するなど多くの社会貢献活動を行ってきました。これらの行動は彼のコミュニティへの深い関心と責任感を示し、ており多くの人々に感銘を与えています。大谷選手は岩手県出身で花巻東高校時代を過ごしました。彼は2011年3月11日花東高校1年生の時に東日本大震災を経験しました。この経験は彼に大きな影響を与え、災害に対する彼の理解と共感を深めることとなりました。彼の家族やチームメイトも津波の影響を受け、彼にとってこの災害は非常に個人的なものでした。東日本大震災から10年が経過した2021年3月11日には、日本は東日本大震災から10年自分自身できることは微力ではあると思いますが、少しでもくじの力になれるようにまだまだ頑張っていきたいと思っていますと語っていました。これは大谷選手が災害に対して持つ深い共感と被災者への支援への強いコミットメントを示すものです。大谷翔平選手のこのような行動は、彼がただの優れたアスリート以上の存在であることを示しています。彼は自分の成功を社会貢献に生かし、多くの人々に希望と支援を提供しています。彼のこの寄付は被災地の復興と再建への大きな一歩となることでしょう。さらにロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手が令和6年に発生した能登地震の被災者への支援として自身のインスタグラムを通じて100万ドル約1億4000万円の寄付を発表したことがアメリカ合衆国内でも大きな話題となりました。このニュースは米国の有名テレビ番組グローバルスポーツ米で特集され、多くの議論が交わされました。番組ではまず大谷選手がこれまでに行っ
てきた社会貢献活動に焦点を当て、彼のスポーツ界での成功だけでなく社会に対する影響力についても深掘りしました。コメンテーターのジェイムス・リチャードソン氏は、大谷選手はその卓越したアスリートとしての技能だけでなく、コミュニティへの貢献でも他を圧倒している彼の行動は、スポーツ選手が社会に与え得る肯定的な影響の素晴らしい例だと評価しました。続いて、災害支援の専門家であるさ、モリソン博士が登場し、大谷選手の寄付が被災地にどのような影響を与える可能性があるかについて解説しました。ソ博士は、こうした寄付はただの金的支援に止まらず、被災地の人々に対する心理的なサポートにもなる。被災地の復興には時間がかかるが、こうした支援が復興の加速につながることもあると指摘しました。番組の後半では、大谷選手の海外ファンからの声も紹介されました。イギリスからのファン、エリザベス・スミスさんは、大谷選手の行動にはいつも感動しています。彼は世界中の多くの人々に希望を与え、私たちファンは彼の行動に心から敬意を表していますとありました。また、ブラジルのファン、カルロス・ゴメス氏は、彼のようなスポーツ選手が社会問題に積極的に取り組むことは、私たち一般市民にも大きな影響を与えます。大谷選手のような人物がいることで、世界はより良い場所になっていくとコメントしました。この番組の放送後、 SNS 上では、大谷選手の行動に対する支持と称賛の声が多数寄せられました。多くの人々が彼の社会への貢献に感銘を受け、その行動を手本として自らも社会貢献活動に参加する意欲を見せています。大谷選手のこの寄付は、彼が野球界のスターに止まらず社会的な影響力を持つ人物であることを改めて証明した出来事と言えるでしょう。続いてのニュースです。英国の著名な新聞ザサが、アメリカ大リーグベースボールロサンゼルスドジャースへの移籍を果たし、他大谷翔平投手の驚異的な肉体変化に注目しています。特に彼の10年総額7億ドル、約11億円というリーグ史上最高額の契約について、2020年の春季トレーニングでの彼の姿にファンは圧倒されたとの見解を示しています。この記事は、大谷選手がメジャーリーグに移籍してからの6年間でどのように体を鍛え上げ、その結果が彼の歴史的な契約獲得につながったかを生まれびしています。ザサンの記事では、翔平ルータには肉体改造し、それがドジャースとの歴史的な契約を勝ち取ることにつながったと強調しています。2018年に大リーグへした時から現在に至るまでの彼の肉体的変化は、多くの野球ファンや専門家を驚かせています。特に2018年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、一時的に投球から離れざるを得なかったことが指摘されています。その時期に、大谷選手はジムでのトレーニングに専念したいを大きくし、筋肉を整えました。2020年の春季トレーニングでの彼の写真を見たファンは圧倒されたというのは、彼のトレーニングの成果を物語っています。記事によると、このトレーニングによる体の変化は驚くべきもので、身長193センチメートル、体重 95.2kg の大谷選手は、通常の方よりも大きな腕を披露しています。その肉体改造が、彼が2021年と2023年に2度アメリカンリーグ MVP を受賞する要因となったとされています。現在、彼の公式な体格は、身長6フィート4イン、約193センチメートル、体重 210pb、 約 905.2kg と発表されており、彼の今後の進化が期待されています。大谷選手のこのような劇的な変化は、彼のプロ野球選手としての情熱と献身を物語っています。彼は自身の体を徹底的に鍛え上げることで、野球の様々な技術を磨き、最高のパフォーマンスを提供し続けています。彼のトレーニング方法や生活習慣は、
多くの若いアスリートにとって模範となっており、彼の成功は単に自然な才能だけではなく、厳しいトレと努力のものであることを示しています。これらの報道に対して、海外で、大谷翔平の肉体改造には本当に驚かされ、まず彼の進化は野球界において革命的、彼のようなアスリートがいることが野球の魅力をさらに高めています。翔平大谷の肉体変化、彼の強い意志と努力の結果です。彼は自分自身を常に向上させ、限界を超えようとする姿勢が見えます。大谷翔平選手の肉体的な変化は彼の野球に対する情熱と献身を物語っています。彼のような選手がいるからこそ野球はエキサイティングなスポーツです。小平のトレーニングと体への投資は彼がどれほど野球を愛しているかを示してまず彼の成長は彼のキャリアにおいて非常に重要な部分です。大谷選手の肉体改造は彼の野球に対する真剣な取り組みを示してまず彼のような選手はまさに野球界の宝です。大谷翔平選手の被災地への寄付は彼がただのスポーツ選手ではないことを証明しています。彼の社会への貢献には心から敬意を表します。翔平大谷の寄付は彼の大きな心と責任感を示しています。彼のような選手がいることでスポーツ界全体がより良いものになっています。大谷選手の能反島地震への寄付は彼の人間性と社会に対する深い関心を示しています。彼のような人物がいること、私たちにとって大きな誇りです。平の慈善活動にはいつも感動します。彼は自分の影響、力を使って実際に社会に貢献しようとしているのですから、大谷翔平選手の被災地への寄付は彼の素晴らしい人間性を象徴して、まず彼のような選手がいることが野球ファンとして誇らしいですとのコメントが寄せられています。以上、大谷選手の最新ニュースでした。皆さんの感想やコメントをお待ちしています。これからも一緒に大谷選手を応援していきましょう。動画の評価、チャンネル登録も忘れずにお願いします。それでは。